今回は3つ目のパーティーハットの入手方法と、5周年イベントでもらえる4つ目のハットの入手方法を解説していきたいと思います。このパープルパーティーハットは、10月16日午前9時から10月17日午前9時までに、ハイブサーバーに参加すると入手できます。という感じで、無事に入手することができました。この5周年限定ハットは、クエストマスターのスペシャルクエストをクリアしてもらえる、ブルーパーティーハットと、1時間に1度、ハブにランダムで出現する、ピンクパーティーハットと、先ほど紹介した、パープルパーティーハットの、合計3つのパーティーハットを入手したプレイヤーが、5周年限定ハットを入手することができます。すごくおしゃれですね。この5周年イベントで入手できる、合計4つの限定ハットは、10月17日、午前9時まで、登場しているので、それまでに入手しないと、二度と手に入りません。注意しましょう。